次はバックハンドストローク。いきましょう。バックハンドどうしますか。両手飾ってる。両手の方が両手でいきますか。やっぱそう、やっぱ方式的に僕も両手の方がいいと思う。多いんで。OK。じゃあ両手でいきましょう。じゃあ、両手は持ち方。いきましょう。つまんで、まっすぐ下ろしてきて、そうですね。そうですね。で、左手、右手つけて下ろしてきて、この持ち方で結構いいでしょうか。そうですね。はい。で、これも、両手バックも、運動連鎖の方法は同じで、横向いていただいて、必ず足から回すと。足、腰、上体。ね、この順番で必ず使えるようにお願いします。いきましょう。さあいきます。バックハンド用意スタート。はい、そうとにかくね、お母さん足から回ってるか確認してください。そう、後ろの足がちゃんと裏返ると腰は回りますから。そうで、さっき言いましたけど大丈夫ですか。抜けてますか。抜けてないですね。そう、体幹は安定させて、軸を安定させて、ここは抜くと。やってみましょう、やってみましょう、やってみましょう。下半身は踏ん張る感じ。でも上半身はリゾートしてる感じ。リゾートしてる時に汗かいたらなんかちょっと微妙な感じです。足はしっかり。粘りやす。テニスはなんかね、下半身と上半身が違う自分の感じ。そう、2人いる感じ。下半身はこう、この上半身は下半身はそう、力入れて、そう、足腰が回ったらね、皆さん上体って出てきちゃう。そう、足腰回したら上体が出る。そう、足腰回したら上体が出るかも。足腰回したら上体が出る。足腰が回したら上体が出る。そう、足腰回して、はい、ラスト。OK、ナイス。OK、いい感じですよ。結構来てますね。いい感じです。じゃあ、そのまま行きます。で、テニスは、これね、今気持ちよく、もうフォア来ます、バック来ます。分かってたら、足からちゃんと使って打てますね。でもね、どっち来るか分かんないですよ、本番は。福永さんは、まあ、初心者でないとできると思いますけど、まあ、一応左手でやってみましょう。僕がフォアかバックどっちかに球を出すので、すぐ反応して動いて、今と同じようなボールを打てるように左手で頑張ってください。はい、よし、行きましょう。行きます。レディーゴー。そう、必ず足からボールが出た方向に行きまして、はい、はい、OK。まあ、どっちに来るかわからないですけど、まあ、フォアハンドの握り方とバックハンドの握り方、まあ、上げ道自体の持ち方違うので、まあ、この辺ももし一緒にやる初心者の方いたら、フォアはまあこうだけど、バックはこっちに。テイクバックするときと一緒に変えるんだよなんて教えてあげてもいいかもしれないですね。よし、次行きましょう。皆さんありがとうございます。岩井正弘出張テニスレッスンは全国を、いや全国じゃないですね、海外ももちろん行きます。今ちょっと行けないですけど、全国対象に出張のレッスンを展開しています。僕は本当にゼロから始める方、それから幼稚園生から、それから大人プロプレーヤーまで幅広く指導しているので、皆さん一人一人に合ったご提案が必ずできると思います。ぜひオファーお待ちしています。概要欄の方に、僕のホームページのサイトが載っておりますので、ぜひご覧になってください。ありがとうございました。